皆さんこんにちは。こんにちは、東京美容外科の麻生徹です。アシスタントの鈴木です。はい、今日の質問は何でしょうか。はい、入れ墨を消したいのですが、どんな入れ墨でもレーザーで消えますか。場所によるよね。場所、例えば、まあ、眉毛とかだったら、はい、この眼球のところに、こう光が当たらないように、はい、こう眼球にキャップかぶせてね、はい、できるんだけど、例えばこのアイラインとかさ、こうアイラインっていうの、グレーラインっていうのかな、アイライン、ここアイライン、はい、そこにレーザー当てるのはもうめちゃ怖いし無理ですね。あ、そうか、アイラインでタトゥー入れてる方とかは、それ無理ですね。だからまあこの辺ぐらいまでかな、レーザーで消す場合ね。色のついてるタトゥーとかも全然レーザーでいけるんでしたっけ。色によるんですよね、色によって赤色が消えやすいレーザーが何とか、青色が消えやすいレーザーが何とかいうのがあって、光の波長を変えて、治療する必要があるんですね。黄色は消えにくいって言うんだけど、そもそも黄色人種だから黄色いからだと思うんだけどね。だから要するに肌の色とあまり差異のないものは消えにくいと言われてますよね。なるほどですね。あとその深いワコリ、ワコリね、とかはレーザーで地味にいける。深いところにあるのはこうレーザーが届かなかったりするから、薄いと判断して、やっぱ手彫りだとこう深さがさ、深くなっちゃったりとかあるから、機械彫りだったら一定のところになるので、そういうのがあると思います。そういう、もし和彫りとかで深い場合は石灰になってくる、範囲が狭ければ切り取って抜くこともできるけど、傷跡は残ります。どっちを選ぶかって感じですね。そうね、取るぐらいやったら入れんなって話ですよね。赤かりし頃は誰しも入れたい。いや、私はそうでもないですけど、入れたい方もいるんじゃないですかね。入れたい、入れてますね。でも取らないじゃん。そういう覚悟で入れるときは入れてください。このチャンネルがいいねと思ったらいいねと、チャンネル登録の方もお願いします。お願いします。